はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト11続きやっていきたいと思います。前回ですね、このずらーっと見てわかるんですけど、全部のね4つ族のねイベントクリアしました。あれ、こんなんいたっけ。おお、勇者様、あなたのおかげでついに10冊の冒険の書が全て元の姿を取り戻しましたぞ。これで我々は正しい勇者の功績を後世に伝えるという4つ族の使命を果たしていくことができますと思ったのですが、見てお分かりの通り、いきなり祭壇の間の奥に謎の階段が現れたのです。じゃ、しかも階段の奥からは邪悪な気が漂っており、どうも嫌な予感がするのです。そこで勇者様にお願いなのですが、通路の奥がどうなっているのか調べてきてくれませんか。急な話で申し訳ありませんが、もう頼れるのは勇者様だけなのです。どうかよろしくお願いします。気になる、何これ、すっげえ気になる。なんかいるんじゃない。なんだこれ。え、もう一個祭壇あるけど。石碑には、お、石碑には過ぎ去りし時の祭壇と書かれている。ここから冒険の書の世界に行けそうだ。どの世界に行きますか。水浴の神殿、何これ。11個目の祭壇がある。2D モードだけどいいのかな。あ、なんだこれ。竜王もどきって、よくぞ来たカズボーよ。わしが竜王の力を得て1冊目の冒険の書を怪我した竜王もどきである。同じく指導ドラゴン、我破壊神指導の力を与えられし指導ドラゴン、2冊目の冒険の書異変、我の所業ゾーマズ レディだって。そして私がゾーマズレディ、恐れ多くもゾーマ様の力をいただき3冊目の冒険の書に手を加えたのよ。わしは待っておった、そなたのような若者が現れることを。もしわしの味方になれば世界の半分をカズボーにやろうと言いたいところだが、わしにその権限はない。もどきだからね。わしらは冒険の書を怪我し、そなたらの行く手を阻むため偉大なる神より生み出された番人なのだ。我ら大いなる魔王の力与えられたその先には行かせない。カズボーよ、何故私たちの神に逆らいもがき生きるのか。上に何かいんのかさ。滅びこそ我が喜び、死にゆく者こそ美しい。さあ我が腕の中で生きているがよい。何それ。ちょっとじゃあ入れ替えよう。どう、じゃあセーニャにしようか。連携が残ってるね。連携残ってるけどいいや。じゃあ作戦で。で、どうなんこれって。戦う。ギガスラッシュ、ギガスラッシュじゃない、ギガブレイクあたりやっとこうか。ゾーン必中でもいいけどね。ギガブレイク。呪文バイキルト。じゃあ神の、あれをやろうか。ピオリム。特技分身。凍てつく波動とかやってくるかな。呪文受け付けなくなったんだって。お、暴走じゃない、暴走した。暴走ってなんだよ。そういう感じか。連携。クロスマなんて打つて。打ちたいときは打っちゃおう。呪文、ベホマズン。で、打てないから、特技。聖女の守り。特技。心眼一閃、竜王もどき。さすが。なんか持ってるとかなかっただろうな。じゃあもう全員で畳みかけましょう。まあ盗めないと思うけどな、何も持ってないと思いますけどね。なんか普通に倒せますね。
ね。おお。3回攻撃やってきますね。じゃあ入れ替え総替え、まあ、まあ無理するなってことですね。ちょっと使ってみたかったからやってみたけど、マルティナとかあんま使ってないからこれでいいや。ローとかでもいいじゃん、ね、じゃあ連携でダークレインデフォマズン特技、何持ったっけ、サイクロンアッパー、あ、倒しました。竜王もどきは宝箱を落としていった。お、虹の雫。ギャオー。お、おのれ。私たちを倒しても終わりではない。グフ。そりゃそうだろうね。フォーハイブっているだろうね。って話か。冒険の人の合言葉を手に入れた。お、じゃあ連続でいっちゃおう。二層が解放されたようだ。なるほどね。回復ション。作戦、並び替え、作戦替え、メンバー入れ替え。あ、回復してるじゃん。まあ、セーブしなくてもいいか。じゃあ、そのまま行っちゃおうか。ね。え、これどうなの？討伐モンスターリスト。お、いる。竜王もどき。まあ、何か落とすわけでもないけど。指導ドラゴン、ゾーマズレディ、4、5だろうな。6、7、8、9、10。あ、全部いるわ。これは。よし。これで終わったら早いもんね。そりゃ行きますよ。はい、2回目。3回目まで行って4回目は次週やりましょう。最後だろ、それ。なんだ？ピサロバーン。ぐはー。私の名はピサロバーン。デスピサロの力を与えられた4冊目の冒険の書の番人だ。ミルドロプスだって。5冊目の冒険の書を担当したのが私。魔界の王にして王の中のミルドラースの力を得た。ミルドロプスとは私のことだ。ナウマンムーア。フォッフォッフォー。そしてこの足がデスタムーアの力で6冊目の冒険の書に異変を起こしたナウマンムーア様じゃ。私たちがねじ曲げた冒険の書の世界をいかにして元に戻したか、その過程は全て見せてもらった。さすが勇者といったところだが、大いなる魔王の力を授かった私たちの番人の敵ではない。さあ来い虫けら、わしらを生み出した偉大なる神の力とお前の不完全さを思い知らせてやろう。私には神の意図は分からぬ。だが、しかし何を選べきかそれだけは分かっている。ぐはー、この先へ進もうとする者に全て根絶やしにしてくれるわ。で、虹の雫って何だったん結局。まあいいや、もうクロスマダンテなんか使わないぞね。バイキルト。呪文、ピオリム、特技、分身。いっぱいいるから、デュアルブレイクでもいいかもしんないね。ブーメラン最強にしてないんだよな、まだ。おー、いっぱいやってくるね。おお、さすがだ。特技。まあ、呪文で褒まずんでいいか。で、ここが、何やりましたっけ？イオグランデ。イオグランデでしょ？で、褒まずんやったのか。カーミューが装備変えるとして、ちょっと固くしとこうか。なんか攻撃系いっぱい来そうだもんね。で、装備で、これでもいいけど、6段持ってないんだよな。後で、パート分けで作ろうと思ったので、まあ、メテオエッジとかしかないですけど、今はね。あ、こっちの方が強いか。破天の月輪。じゃ、メテオエッジよりは、メテオエッジより強いのは、
ダークスターペンタグラムとかどっちの方が強いんだろう。まあいいや、これでいいや。特技、デュアルブレイカー1500、おお、いいね。ナンバームーンは硬いな。分身意味ないのか、そうなっちゃうと。そんなことないな、3回投げたことになるよね、絶対。の、凍結カード。じゃあ呪文で、イオグランで呪文。ここもね、勇者じゃないのにベホマズ持ってるから。セーニャが寝ちゃったね。じゃあ特技、まあアルテマソードでもいいけど、一番左とかはパワーありそうなんで真ん中なんか倒せそうな気するね。ピサロバーン、呪文、イオグランデ、特技、デュアルブレイカー。どうなんだろうこれって。あ、こんなもんだよねやっぱりね、何もかけないと。あ、倒しちゃった。真ん中も倒したんじゃないか。じゃあ、お、行かないな。お、マダンテ使ってきましたね。うかうかやってるとやられるというね。もう倒しました。じゃあセーニャが寝てるから、ここがベホマズの、じゃあメラガイア特技。あ、じゃあ残鉄まで、ここ何ありましたっけ、地獄のサーベル。まあこれが強いので、まあ回収必要でもいいか。やっぱシックスが一番強いんかな。お、ゾーンに入りましたね。連携だけど炎の前。じゃあゴスペルソードでもいいけど。このメラガイア特技、なんかあったよね、ホーリーライト特技。まだあったかな。分身しとこうか。まあ多分出せると思うけど。え、待って、これ456だから、7、8、9、10、11ってくんのかな。お、ミルドロップスは戦いのドラム。我が名はミルドロップス。魔界の王にして王の中の王の力を得たその私が敗れるとは。ぐはー、体が熱い。私は敗れたのか。私の体が崩れていく。ぐぎぎぎぎ、なぜだ。わしがこんな虫けらどもに敗れてしまうとは、ぐは。これどうなんだろう。え？7、8、9ってきたら10は出てこないだろうな。どうなんだろう。2匹とかなんかな、次わかんないけど。ってことは、とりあえず今拾った、あれ？装備品？道具袋。あれ？虹の雫は誰が持ってる？あ、ここにあるのか。高確率で MP 消費を防ぐ伝説の雫。アクセサリー。アクセサリー！これベロニカ、戦いのドラムは？これ全員あれじゃん。バイキルトじゃん、セーニャでしょ。虹の雫はじゃあベロニカに渡す。ロイヤルチャームじゃなくていいや。博愛でもいいけど。よし、
残りはじゃあ次回行きましょう。まあ、これでね、15分かかっちゃったので、虹の雫と戦いのドラム入りましたよ。すごいですね。ってことはまたすごいの入んのかな。ってことは多分ドラクエ7のラスボスと8のラスボスとか9のラスボスのなんか偽物っぽいの出てくると思うんですよね。なので、ね、楽しみですね。やってみましょう。ということで今回これで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。